どうも島田修平です始まりました島田修平のお会談巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますさあ今回ですね本当にありがとうございます投稿会談ということでこちらのチャンネル宛に送っていただきました皆さんからのね投稿いただいた会談を5つ,つ紹介していきたいというふうに思いますあのこちらですね概要欄の方にメールアドレスがあるんですがぜひね会談を送っていただける方、うん 件名の方にね、会談というふうに書いていただいてそしてまあペンネームも添えてですね会談の方これからも送っていただきたいと思いますお願いいたしますそしてですね今回5名の方の会談紹介させていただきますがお礼としまして番組特製ですね2枚組の 悪霊退散そして開運の番組オリジナルステッカーの方を送らせていただきますぜひ、ね、今回紹介させていただいた5名の方はですねそちらのメールアドレスの方の件名にステッカー係というふうに書いていただきましてあとはですねお名前とご住所送り先の方を書いて送っていただきたいと思いますこちらからですね随時プレゼントの方を送らせていただきますぜひよろしくお願いいたします さあ、では早速ですね、五つ紹介していきたいと思うんですが、まずはですね、一つ目、ペンネーム加藤隆さん、男性の方からいただきました、ありがとうございます。非常にちょっとびっくりしてしまうまあ体験談なんですけどもね、紹介させていただきます。こんにちは、犬鳴きトンネルで実際に私が経験した話をしたいと思います。まあ映画にもなりましたが、有名なね、まあ心霊スポットと言われているトンネルですよね。 今は映画や SNS などで有名になった犬鳴きトンネル。怖いのはもう閉鎖された旧道の方であり新しい犬鳴きトンネルは私も仕事やプライベートでは数えきれないほど使っていましたが何も起きたことはありませんでした。あの時以外は。 それは10年以上も前ののの2月の寒い日のことでした入札で決まった自社の精密機器を納品するために私は朝早く運送会社のトラックの助手席に乗り込みドライバーの A 君と一緒に宮崎の高千方,方面へ納品に向かいました長い間ドライバーの A 君と私はたわいもない会話をしてドライブを楽しんでおりました。 た夜の7時過ぎだったと思いますトラックが犬鳴きトンネルに入った途端私の左の首筋に何か薄い板のようなものを押し当てられたような感覚になったんです。息ができず左肩左腕左のももがしびれ動かせなくなってしまいました。その後突然 私の頭の中に声が入ってきたんです。女性の声です。おるよ。おるよ。その後、犬鳴トンネルを過ぎると、体の異変と声は嘘のように消えました。私は息を整えながら考えました。おるよという女性の声は一体何だったんだろうか。 今まで何回も通って何もなかった犬鳴きトンネル今回は何が違ったのかふとそこで気づきましたいつもと違うのは横にいるドライバーの A 君とと一緒にいることそこで私は A 君に聞いたんです A 君もしかしてなんだけどここで何かあった A 君に私が今トンネル内で起ここったこと そししして女性の声で、おるよとと聞ここえたことを話しました。を話ますると A 君は少し間を置いて話しにくそうにこんな話をしてくれたんです高校生の頃付き合っていた彼女がいてその後卒業をしたあと別れてしまったそしてその彼女が新しい彼の車に同乗していた際に事故に遭って亡くなってしまったことその亡くなってしまった事故現場というのがこの「A」 犬鳴きトンネルの中だったということを聞いたんです私はそれを聞いて納得しました多分彼女は当時シートベルトをしていなかったんじゃないのかそして大好きだった運転していた彼の方を体ごと向いてお話をしていたんじゃないのかなそんなことが自分の中でよぎったんですそれで車が何かに衝突した時 こういうい状態ですからねダッシュボードなどに左の肩腕左のももを打ちつけてそしてフロントガラスで首を切ってしまい出血をしたかわからないけれどもしかしたらそれで息ができなくなった状態で命を落としてしまったんじゃないのか。はいなんかね 息ができずこちら左側だけがねしびれて動かせなくなったということがありったんですけどもきっとこれが原因なんじゃないかと思ったそうなんですね私は体がきついと思いながらもそのまま自宅の方へ帰り玄関に入る前に妻に塩を振ってもらいました風呂と夕飯を済ませリビングで横になっていると妻が「なんかトイレがタバコ臭い化粧の匂いもきつい」と言ってきました。妻には今日あったことを話し 多分まだついてきているけれど何もしないだろうから安心して眠っていいよそんなことを言いあ日にはきっと元に戻るから大丈夫だよと話をしたんです次の日も A 君との組み合わせで大分方面への納品でした朝 A 君に聞いたんです。もしかしかかかててて彼女タバコ吸ってた化粧って濃かったた化粧濃のかなと尋ねると A 君は「 どうして知ってるんですかそんな答えが返ってきましたそして朝早く出発した私たちは犬鳴トンネルを通ることにしましたそこで A 君にトンネルにおるのは分かったけど早く成仏せんといかんよというふうに A 君に言ってもらいましたするときつかった私の体が心なしかふっと楽になった気がしたんです亡くなった彼女は多分 懐かしい元彼が通ったのでま偶然波長が合う私の方についてまだここにいるんだよまそれを伝えたかったのではないでしょうかえその思いが通じたので彼女は成仏ができたんじゃないでしょうかというふうにいただきましたいやちょっとすごい話ですねトンネルに入った瞬間にね左側に激痛が走って息もできなくなるっていうそして女性の声ですよねおるよおるよって ここにいるよっていうね、まあ、そういったメッセージがあったわけですけどもうーんまあね A 君のもともと付き合っていた彼女さんなのかもしれませんけどもきっとこの感受性が強いというか、まあ、波長が合う、まあ、霊感がねこちら送っていただいた加藤隆さんの方があったんでしょうかね。まあ、そこで まあ、加藤さんの方に、えーまあ、そういったメッセージを伝えてほしいという役目を、ね、担ってほしいということであ、まあ、彼女が入ってきたのかもしれませんよ、ね、ただまあそこにまだずっとね残ってしまっているんだとしたらとても悲しい話ですけどでもそこに来たね懐かしい元彼にね何か自分の存在を知ってほしかったでもそれがきっと伝わったんでね心が楽になった。うんまあ、なんか本当に まだそこにいるのかもしれませんけれどもね、なんかそれで少し心が楽になってまた成仏の方にね近づいていただけたらまあ嬉しいななんていうふうに思いましたが、少しね切ないお話本当にありがとうございました。さあ続いてこちらですね女性の方ペンネームマユブンさんからいただきましたありがとうございます。いつもお階段巡りを楽しく拝見しています。私の過去の不思議な体験を聞いてください。えー、もう今は離婚してしまったんですが昔 お寺に就いでいた頃のお話です。小さな小さなお寺です。元夫と私は渡り廊下でお寺とつながっているというまあそういった家に住んでいました。引っ越しをして一ヶ月ほど経った頃、寝ているときに、えーえー、誰かの声がしたんです。あち 七六五四。数を数える声なんです。うん。どんどん数が減ってきてる。ちょっと待って。これ数がゼロになったらどうなっちゃうの。そこで意識がはっきりしてパニックになりました。でも体は動かないんです。目が開かない。金縛りにあっていました。 2 1怖い怖い夢だったら覚めてほしいでもやっぱり体は動かないまだ目が覚めないその瞬間もう一回頭の中にしゃがんでいる小さな女の子が手で顔を覆いかくれんぼをしているという映像がパッと浮かんだんですやっと体が動いて私はガバッと落上がりました 私は反覚醒状態の時にこの世のものではない声を聞いたり意地悪をされたりすることはよくあったんですがはっきりと映像で見えたのはこれが初めてでしたさすがにお寺に住んでるだけのことはあるなと思いその日は再度眠りにつきましたそしてその年の大み日かの日私は風邪をひいて寝込んでいました。 お寺に嫁いで初めての大晦日なのに22時ぐらいには眠ってしまっていました。とその時ふとにぎやかな声が聞こえてきたんです。に来たた人ちかと思っていたら今度は足音がだんだんとこっちに向かってくるんです。わあ。 年の瀬なのに何か変なのが来ちゃったのかもしれない。病人をいたわる気配は全くない。そんな足音が私の布団の両脇を通り過ぎるかと思いきや、そこでピタッと止まったんです。ん気配がする。しかもそれ一人じゃない。あまりの恐怖にパニックになりました。するとパサッと音がして私に何かがかけられたんです。 ここからある映像が始まりまりした5歳くらいの丸坊主の男の子が私をのぞき込みにっこりと子供らしい笑顔を見せてくれました男の子は自分の持っていた手ぬぐいを私にかけてくれたようでしたそして私の布団の両脇には12以上の人影があったんですがそれがみんな子供だったんです。 上は中学生に行かないぐらい下は3歳ぐらい女の子はモンペを履いており男の子はみんな丸坊主みんな薄汚れた服を着ていましたなんとなく戦時中に亡くなった子どもたちであることがわかりましたすると一部の子どもが自分の持っていたハンカチあとは履いていたズボンを脱いだりあとは着ていたランニングシャツを脱いだりして 風邪をひいているから寒いだろうそう思ったからでしょうか脱ぎたてほやほやの暖かさそして子どもたちの優しさに感動していると子どもたちが今度は座り始め私に向かって手を合わせてきたんです。え何この状況そう思って目が覚めました この経緯を霊感がある友人に伝えたところあなたきっとお地蔵さんに間違われたんじゃないのまあそんな冗談めかした様子で言われました確かに本堂にはお地蔵様が祀られていますですが私自身お地蔵様に間違われるほど心がきれいではないので何言ってんだかぐらいに思っていたんです後日元夫のおばさんから本堂のお地蔵様が このお寺で一番古く一番力があるということを教えられましたそしてこのお地蔵さんは子供が大好きで子供を呼んで一緒に遊ぶんだそうですきっとお地蔵さんはそうやって子供たちの魂を癒しているんでしょう今でもにわかに信じがたいんですがこの世の酸いも甘いも知ってしまった心の薄汚い私がお地蔵さんに間違われた説こちらが濃厚になってしまったんです 私はこの一見で本当に仏様っているんだなと思いました怖いような不思議なようなちょっと切ないようなそんな体験でしたえお階段巡りに出てくるほど怖い話ではないので島田さんやスタッフさんに楽しんでもらえたらいいなそう思って投稿いたしましたということですねありがとうございました確かにねお地蔵様と言いますと子供たちの守り神と言われてますよねなんか途中ね 何かをい,ろいろこうかけてきた後にみんなが一斉に手を合わせてきたという時にはぞっとしてしまったんですがそうかお地蔵様だと思ってたのかっていうねだからそういうふうに思うと途端に怖いというよりも何かこうちょっと心があったかくなるようなでも切ないというねそんなお話に聞こえてきましたね。でででも本当にね、えー、子供たち寂ししいいいい思いをしていなおい、ね、お地蔵様のおかげで 楽しく暮らせていたらいいな、今もそうだなっていうふうにね、なんかそんなことを思いました。本当ありがとうございました。すごい話でしたね。はい。さあ続きまして、えー、男性戸田さんという方からいただきました。タイトルがありまして、お盆に釣りをすると点点点と書いてあります、えー。紹介させていただきます。ありがとうございます。私釣りが趣味です。海なし県在住なんですが、よく100キロくらい離れた海に釣りに行くんです。これは今から25年くらい前の出来事です。 基本的に私はお盆は摂生はしないというのがポリシーで、お盆は釣りはしないんですが、その年は割と返しのお盆休みが長く、ちょっと暇を持て余してしまったので釣りに出かけたんです。夏場の海岸の釣りですが、夏は海水の透明度も高く、釣りのコンディションとしてはなかなか厳しいものがあり、釣りは基本的に夜釣りになります。夜釣りで大型のスズキやダイを狙うんです。 その時は海も薙で穏やか、薄暗くなった頃から釣りを始めていました。そして、まだ牛三時には早い夜の11時過ぎ頃でしょうか。目の前の50メーターくらいの海面がぼんやりと明るくなったんです。夜釣りでは夜行中の明かりもよく目にするんですが、夜行中の光はホタルのような 薄い緑色なんです。その時の明かりは薄いオレンジ色でした。なんだろう。海面を眺めているとやがてその明かりが玉の形でぽっかりと海面の方から浮いて出てきたんです。目測ですが大きさはだいたい10センチくらいと感じました。その明かりはフラフラーゆらゆらーと動いている。 海面から1メートルくらい上を漂うように海岸線と平行にゆっくりと移動してきましたまあねそんな強烈な明るさではないのでやがて遠目に見えなくなったんですうん私はわけがわからないまま呆然とその明かりを見送りましたその夜は残念ながら魚が釣れる気配はなくその後はいくつかのポイントを点々とした後夜明けを迎えました 朝になって帰りがけそのポイントを通った時思い出してその光が消えていった方向を確認したんですするとそこには近郊の集落の方たちの墓地お墓がありましたその時初めてあそういうことか自分で勝手に納得をしました私の感情はあれはきっと海で亡くなった人がきっとお盆になって帰ってきたんじゃないか そんなふうに感じたんですそんな経験談でした実は釣り仲間には霊感が強いのがいてなかなかえげつない目にあったという話も聞くんですが今回は霊感のない私のちょっと本若系の話を紹介させていただきましたこれ以来私やっぱりお盆には釣りはしないと決めて過ごしていますという、ね、ありがとうございますまあお盆ですからね海はい。まあきっとお墓もありましたけどもね何かそういった えー、人玉ののようなものが見えていたんですかねでちょっと面白いのがこの日ですね、えー、全然釣れなかったったていうなんかこれもちょっと意味があるんじゃないのかななんていう気がしたりもしましたけどもねやっぱりこうお盆そして夜の海釣りをしている時結構怖い話多いですよね。うんなんかこう釣りっていうのも必死にこうね 竿から糸を垂らしてそこに集中してずっと何かがかかったらいいな何かが釣れたらいいなってずっとそこに集中して何かをこう掴みたいっていうアンテナをビンビンに張ってる状態じゃないですかだからこそ何かそういうものに合いやすいというか見えやすくなるって話は聞いたことがありますねこれはシークエンスの、ね、早間智子君も言ってましたけどタクシー運転手さんが結構ね例を見るっていうのはやっぱり運転手さんって常に空車の時っていうのは こう道端のお客さんをずっと走りながら探す状態、センサーをビンビンにこう走り巡らしている状態ですよね。だからね、そういったまあ不思議な例みたいなのが見えやすくなるんじゃないかって話をしていたんですけども、なんかタクシーの運転手さんの状態と釣りをしている状態ってちょっとこう似ているような感じもするんですよね。まあ、だからちょっとこう怪談話が多いのかななんて思いましたけど、ぜひあの夜釣りをする方、はい。 不思議な体験ねあるかもしれないので気をつけてほしいなと思いますさあ続きましてこちら KI さんからいただきましたありがとうございますこちらもねちょっと面白い話なんですよ今から数年前トイレを借りるため近所のコンビニに立ち寄り奥にあるトイレへと向かったんですしかし鍵がかかっていましたで中から親子連れの声がしていましたあー入ってたのかなので待っていたんですが なかなか出てこない様子だしでね近くでは普通に店員さんが商品の品出しをしていましたで数分が経ったんですそれでもトイレから全く出てこないんでトイレに近づいてみるとん親子の声しないんですってでいつの間にか店員さんもいないんですドアをね、そーっとコンコンとノックしても反応がないので不思議に思ってドアに手をかけるとあれ 普通に開いたんですえー、頭の中はもうはたねだらけですが、まあ、パッと思いっきりトイレの扉をパッと開いたんですが誰もいないんですえ今ずーっとトイレの前で待ってたのに誰も出てこなかったしさっきまで声もしてたのになんでだろう途端に怖くなってそそくさと飲み物を買ってコンビニを出ましたそれ以来そのコンビニには決して一人では行かないようにしています。 これあのコンビニも結構階段って多いんですよね。あの店員さんの、ね、話で、まあ、こうバックヤードの方にいて時に急にこう誰かが入ってきたような気配とか音がするでも行ってみたら誰もいないとかあとは監視カメラを見ると監視カメラにレジの前に人が立ってるあお客さんだと思って行ったら誰もいないとかねなんかあるんですよ。やっぱりねこれ人間と霊って同じだと思うんですよね。 やっぱりもうコンビニといいますとね今めちゃくちゃ数もあって24時間やってるとても便利な場所みんな一番こう立ち寄る場所といっても過言ではないですよね。ほっとする場所人が集まってくる場所、まあ、そういった場所だからこそ例も集まってきやすいのかもしれないなって意外だけどコンビニっていうのもなんかそういうものに遭遇しやすい場所なのかもしれないですね。 最後ですねこちらペンネーム太郎ヤンガスさんという男性の方から送っていただきましたありがとうございますはじめまして今回僕が体験した不思議な話を聞いてください怖かったんだよなこの話今からですね2年ぐらい前にえ帰宅が深夜12時を回った頃自宅の団地のエレベーターの前に立ってボタンを押そうと思ったその時のことですこちらですね エレベーターの中が見えるように内部モニターがついてるんですけどもそのモニターを見たときにうんってなったんですエレベーターが9階に止まってたんですけどもそのエレベーター9階で扉がずっと開いたままで止まってるんですってこれがモニターで見えたとあれ思ったんですね普通エレベーターって誰も乗らないときにはエレベーター内部の照明は消えて でボタンを押すと内部照明が点灯するんです。で当時はですね、これ見たら完全に点灯している。で扉が開いたままで止まってたんですって。普通止まってたとしても扉って閉まりますよね。開いたままでなぜか9階で開いて止まっていたらしいんですね。えー、その頃少し前に団地のエレベーターの改修工事があって1ヶ月間工事がありました。工事も終わったばかり。 え綺麗になって良くなったと思うんですがえー、故障かなと思いましたでもモニターを見て誰かが乗るのか見ていたんですが誰も乗らないんです私はボタンを押しましたするとその扉が閉まって、えー、エレベーターが下に降りてきましたその間エレベーターを待っているときです何かカシャッカシャッ音がするんです何の音かな その音の方を見た時ちょうど僕の後ろ側に団地の集合ポストがあったんですが大体いいですね100世帯ぐらいのポストがあるんですがその中の一つだけが明らかに勢いよく鍵がカシャンカシャン揺れてるんですってん。近くに行くと他の鍵一個も揺れてないその一つだけが揺れてる特に風も吹いていませんでした。 まあ、風が吹いていたら他の鍵も揺れると思うんですがなぜか真ん中の一つだけが勢いよくカシャンカシャンと揺れているうわなんだこれエレベーターもポストも気持ち悪いなと思いながらエレベーターに乗ったんですエレベータータの中を見渡し天井をふっと見上げた時エレベーターの点検口の隙間があるんですがそこから1 5ンチぐらいの 髪の毛ががぶら下がっていました何これ工事も終わってエレベーターはきれいになっているはずなのにでこんなんこ髪の毛が、まあ、そんなことを思ったんですが後日ですねこの話をみんなに話したところ霊感がある友人の同僚が突然「あのエレベーターやポストの話なんだけどね」と言ってきたんです。あのエレベータータのの髪の毛 なんだけどあれはね、絶対に触るなっていうメッセージなんだよそんなことを言われましたまた何かあればメールさせていただきますありがとうございましたこれ何なんでしょうねまあ、不思議なことありましたけどもパって見たらこっから15センチぐらい髪の毛が垂れてるエレベーターですよめちゃめちゃ気持ち悪いですよねで、それが霊感ある方曰くエレベーターの髪の毛っていうのは絶対に触れるな 触るなというメッセージこれ何にってことですよねこの髪の毛にってことなのかあとは何か何なんでしょうね絶対に触るな何なんでしょうねでもそういうエレベーターから髪の毛が垂れている状態というのはそういうメッセージなんだっていう結構強い警告なんだそうですねなんかすごくこう謎も残るんですけども これ嫌だなと思うのがねやっぱり僕も帰り遅いこと多いんですけどだいたい深夜なんかエレベーター一人じゃないですかもう絶対上見れないですよねもしたらどうするんだろうっていうまあとりあえずそれ見えた時はね触らないようにどこも触らないようにこうじっとして自分の会議でね扉が開いたらパッとこうねどこにも触れずに出ようと思いますけどもぜひ皆さんエレベーターがご自宅にそして会社にある方上を見て髪の毛があるのかどうか まずは確認してほしいと思います。ありがとうございました。さあ、えー、今回ですね五人の方、えー、会談紹介させていただきました。概要欄の方に、えー、メールアドレスがあります。ぜひねこちらの方の件名に、えー、ステッカー係。これあのないとちょっとねあの埋もれてしまってあの申し訳ありま分からなくなってしまいますのでぜひね顔名にステッカー係というふうにね書いてその下ですね送り先お名前や住所なども、えー、書いてまたメールの方送っていただきたいと思います。 で合わせてですね、こちらのメールアドレスの方に会談の方も皆さんどしどし送ってくださいよろしくお願いいたしますというわけで今回は投稿会談ご紹介いたしました島田周平のお会談めぐりでしたありがとうございました